We are Blazer。 ディフェンスをかわしての素晴らしいゴールでした。自身のゴールシーン振り返ってみていかがでしょうか。まあそう、自分のところで前を向けて、予選も甘かったのでコースも空いてましたし、思いっきり振って入ってくれたので良かったです。後半にも惜しいシーンも他にもありましたけれども今日試合全体としては2対0で勝利しました。そのあたり振り返ってみていかがでしょうか。まあ勝てたことは最低限良かったんですけど、前半、まあ、自分たちのミスもかなり多かったですし、そこの質っていうのはもっと高めていかないといけないですし、まあ、自分自身ももっと2点3点取れたかなっていうシーンもあったので取りたかったです、はい。小林選手自身は今日の試合に出て B リーグ3得点という形になりました。ここまで B リーグ戦ってみて手応えといいますかいかがでしょうか。まあ、去年のなでしこリーグとその手応えっていうか試合やるっていうところでは変わらないんですけど、まだまだこうプロリーグになって自分たちの責任感っていうかそういうところはまだまだ必要だと思いますし、そこはもっとチームとしてもみんなで高め合っていかないといけないなっていうのは感じてます。ありがとうございます。次節仙台戦、仙台現在3位につけて勝ち点1差です。次節に向けての意気込みをお願いします。いやもう本当どこと戦おうと負けられない試合ですし、まあ本当、まあ、今日内容がそんなに良くなかったので、もう内容と結果にこだわって次はやりたいなって思います。次節も期待しています。ありがとうございます。ありがとうございました。